の。はい、皆さん、こんにちは。ゆうカフェのゆうかと。すんちゃんです。はい、それでは、今日も夫婦動画上げていこうと思うんですけど、今日は何のトピックで話していくかっていうと、はい、結構以前からコメントいただいたりとかしていた、2人はどうやって出会ったんですか？2人の出会いのきっかけみたいな話を今日はしていこうかなと思います、はい、でまだなんかこう私たちの Q&A とか私の Q&A とかやったことないから、うんうん、でもまだね恥ずかしいのね。どうしようかな、まあ、1万5000人で1回やるか迷ってるところなんですけど、2万人でやるかなので、もうちょっと Q&A は待っててください。ただ今日はどうやって出会いましたかっていうのをお話ししていこうかなと思います。いつぐらいだったかな、多分 4,5 年前の秋ぐらいだったね。あ、そうかもしれない、そうかもしれない、 4,5 年前の秋ぐらいだったかもしれないんですけど、はい、あんまり2人とも記憶がなくてその辺曖昧なんですけど、まあ多分すごく寒かったりすごく暑かったりではなかったと思います。私が、まあ、一応韓国にいたきっかけというか、なんで韓国にいたのかっていうのを最初に説明すると、私はまあ一応旅行でね韓国に来て、で、まあ、友達がもともといたのでいろいろ友達に会いにとかで韓国に来て、でなんかねその時にアメリカの留学から帰ってきて、まだこう逆カルチャーショックみたいな感じで日本に全然慣れてなかった時だったのね。居心地がそこまで良くなかった時だったんだけど、その時に韓国に旅行に来て、なんかすっごいアメリカと日本のこう間みたいな、そういうすごいね発達してるなみたいな、すごい勢いのある感じを受けたもんね。でこの国ですごい挑戦してみたいなって思ったし、なんかねその時からもう韓国語にハマっていて、韓国語が可愛く聞こえてしょうがなかったのその時っていうのもあったし、まあいろいろななんかあの日本と一番近い国で、まあ地震があってからこうアメリカから帰ってきたのもあったので、やっぱり日本にいつでも行ける距離にいたいなっていうのはあったから、そういう意味でも韓国に行きたいなって思い始めたあのきっかけでした、うんうんうん、であのそれで調べて、まあビザを取って韓国に行ったっていう感じなんだけど、その時にね私はワーキングホリデーのビザを持ってたんですよ。でアルバイトする場所を探してたの。その時にアルバイトって結構掲示板とかで見つけるんだけど、面接をね何個かこう予約をしていたわけで、結構遠い地方、なんかソウルからちょっと離れたところ、ソウルから1時間ぐらいかかるところに面接に行こうとしてたの。うーん、なるほど、ね、ちょっと遠いとこだったので、ちょっと迷ってたの行くか行かないか正直っていうのは、チュルテ軍、うんうん、出勤するのも絶対大変だし、ここに果たして私が通えるのかなって思ってたから、その面接を断るかどうか迷ってた時だったんだけど、あの家からこう乗り換えでミョンドンを経由してその場所に行かなきゃいけなかったの私その時で、ミョンドンの駅に着いた時に、あちょっとミョンドン寄ってから行こうかなと思って、あのショッピングストリートがあるんだけど、そこに いたのね、たまたま。そしたらティディンってあの携帯が鳴って、でスンちゃんがねその時勤めてた会社のアルバイトを探してるんですけど、今から来ませんかみたいな、面接しに来ませんかって、そのすんちゃんがあの働いてた会社のアルバイトの日本人の女の子から私に連絡がその時にたまたま来たので、え私今ミョンドンだし、その会社もミョンドンなので、うん、めっちゃ近いじゃんって思って、で私はそっちの遠い方の面接をキャンセルして某化粧品会社の面接に行ったっていうのが、まあ、きっかけだったそうですね、そうなんです。なのでそのタイミングにも、もう今考えるとすごいびっくりだし不思議なんだけど、うん、まあそういう感じだったんですよ、はい、まあ、私あのミョンドンで、うん、あの化粧品の会社で働いたんです、うん、でそこの店舗を私が担当でやってたんですね、うん、でそれもそれでやって、あと日本のマーケティングもやって、うん、日本のブロガーさんとかいろいろやったんですね、うん、で日本人のバイトが欲しくて、うん、でももともと一人があったんですね。でその人がいたんだよね、うん、一人があの私が嫌かわかんないけどなんか辞めますって言って、なんで辞めんのって言ったら無理ですって言って
違う、忙しかった。まあまあ忙しかったし、うん、多分あの子もなんかがあって、うんうん、だからほなあのなんやねん、そのなんやねん、あなたあの辞める前には一人ちょっと探せれるって言って、うん、あもちろんもちろんすぐ探せますって言って、うん、でその次の日ゆかが面接私に来たんですね。次の日だったんだ。そうそう、本当に次の日、あの前のバイトの人も本当に辞めたいって、辞めたくてめっちゃなんか探したんだね、きっと。すごい探してすごい好きなの。そうそう、その床が来た日も、うん、まあ3人ぐらい、あ、面接してたんだ。もう面接もしてて、あと床が最後に来たって感じ。うんうんうん。だからその日ちょっと見て、うん、誰か一人ちょっと、うん、決める感じだったけど、前の3人も良かったけど、うん、ゆかがすごいなんか天使みたいになんか歩いて私にこうやって、私の事務所ちょっと下の方ですね、だから下にパン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 で行ったんですけど、ゆっくり見えたんです。で歩いてきて、こんにちはそんなんじゃなかった、こんにちはって言って、チョーベケスミナーとかで、すごいこの仕事を、仕事をあのしたいなって思う感じの気持ちがすごい見えた。そう見えたし、うん、ああほなとりあえず面接して、うん、まあこの子なんかあのなんていうか、すごいいろんななんか韓国語はうまいのとか来たら、すごい上手ですって言ってそんな言ってない。パソコンはうまいのって言ったら、すごいうまいですあ、この子は何も来てもうまいっていう子だと思ってでもその自信がいいから、分かったほな連絡してあげますよ、一応書いてくださいって言って、うん、そこはあの前 の, あのバイトの人とお話しして、うん、あの子いいんじゃないですかって言って、バイトの人も、でもあのバイトの人もあの女はどうですかって感じあの女いいんじゃないですかって感じで言うから、まあ、ゆかちゃんあのいつから仕事行けるかちょっと来てみって言って、うん、でもそのそこをすぐ、そう月曜日から、そう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 、うん、仕事した。それから初めて2人ちょっと近くに、うん、そうそう、そこが本当に初めましてだったし、うん、まあ、面接官とアルバイト生、バイトの子っていうあの立場で出会ったよね。はい、はい、では今日も楽しんでいただけたでしょうか。まだまだ私たち の, あのストーリーは続いていくので、パート2を今度上がるのでお楽しみにしていてください。はい、まあ、今度ね、もし Q&A とかもやれたらなと思うので、その時にもうちょっと2人のストーリーっていうのは後々話せたらなとも思ってます。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。 Instagram と Twitter のフォローも、チャンネル登録とパコンのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。Don't you know that I